アカシアは、新日本海フェリーが運航するフェリー。舞鶴港と小樽港を結ぶ航路に就航している。三菱重工業長崎造船所で建造され、2004年7月1日に就航した。船名は、札幌市の街路樹として親しまれている偽アカシアに由来する。新日本海フェリーの船舶としては、フェリーアカシア、ニューアカシアに続いて3代目である。 一番線の浜ナスと同型で、通常線系としては、日本最速、日本最長の大型高速フェリーである。スズラン、水線の就航に先立って、2012年4月1日に、東急故障が変更された。また、ツーリストへの改装が行われ、旧、二等室は22室の内右原中央より2室を除いて信頼化され、旧、 二等信頼も含めて、セパレート型二段ベッドが導入された。この改造により、旅客定員が820名から746名に減少した。小樽港に停泊中のアカシア、アザレア戦場で移す、パブリックスペース教職、物販設備入浴、利便設備娯楽設備2013年5月2日2時7分頃、鶴ヶ港北方沖を航行中、 主配電盤の水中電動推進装置用、遮断機から、発煙、主電源回路及び主発電機の遮断機が作動して、船内電源を喪失、手機を停止した。その後、主発電機の遮断機の自動復帰により、船内電源は、復旧、手機の運転も再開したが、水中電動推進装置が、運転不能となったため、航海を中止し、鶴ヶ港で旅客及び車両を、 下船させた。発煙の原因は、主廃電盤の当該遮断機の母船側端子接続部の接触不良で周囲が、焼損したためであった。ありがとうございます。